杉浦梅丹は、江戸時代後期から、明治時代の旗本、官僚、官詩人、最後の函館奉行。目付及び函館奉行時代を書き記した日記、京年記略、老仕組みに関する、記録帳、老子一件を表した。旗本、小林氏の無子う養子であった、くすみゆの子に生まれる。文政十年に、父が小林氏取縁し、実家くすみ家へ戻った。 バイタンは母のもとに残されたが、天保3年10月に、くすみ家に引き取られた。天保14年、祖父助明が大阪西町奉行に移動すると、父と共に大阪へ赴いた。ここで祖父の仕事ぶりを見学したり、武術の稽古をつけてもらった。海江元年に、旗本、杉浦家の養子に入った。その後カエ四年に、大番栄子として幕府に仕官。 鉄砲玉役部業、要所調べ書頭取りを経て、文久2年8月、老中、板倉勝清に抜擢されて、目付に任命された。文久3年1月、政治総裁職、松平春学に従い上落、2月に、京都について幕府に、上位実行を迫る朝廷への上層文の、総案作成を担当する一方、前年12月に老仕組み係に任命。 清川八郎の暗殺に関わったとされる。3月に、江戸へ戻るも12月に14代将軍、徳川家持に従い再び上落現時元年5月、朝廷に横浜佐幸を約束した家持に随行して、江戸に帰還した。しかし、前年3月に罷免された、春学の公認として、政治総裁職に就任した松平直勝が6月3日に、 横浜さ公門内遂行のために、板倉勝つよら恩恵白人を罷免すべきと家持ちに、根生、バイタンは17日に辞任した。それから1年半後の慶応2年1月18日、函館奉行に任命され、江戸地へ赴任、日露は新条約で日本とロシアの雑居地と決められた、カラフトのうち、日本人居住地の南に、ロシア人が住居を建設する問題が発生。 その交渉に当たった。しかし、本州では、幕府が大政奉還、それに続く母親戦争で、旧幕府側は劣勢に立たされた。やがて慶応4年3月、朝廷に奉行所を明け渡すよう江戸から指令が届き、うるう4月27日、函館裁判所総督、清水谷金なるに、函館奉行所を引き渡し、6月に、江戸へ戻った。明治元年十二月、 寸布犯行議人に任命されたが、翌年8月2日に、外務省に、出資29日に開拓市の憲法案に任命されて、再び、江戸地に赴任、明治10年1月29日に退官するまで、開拓長官、黒田清隆の下で働いた。退官後の翌明治11年9月、向山高村、稲津南洋と共に、万水銀舎を創立、施策で寄せを送った。 明治33年5月30日死去、去年74。杉浦家は、長男の翔一郎と次男の北にに先立たれたため、次女、富野向養子に迎えた、高橋ゆずるさんが継いだ。ありがとうございます。